回は歩くときにかかとを設置すること、そして膝がロックする半長膝といわれる症状、この関係性について説明をしていきます。手すりや杖を持って歩くときにかかとからつかないといけないということを意識している方たくさんおられますよね。病院やセラピストの方から歩くときはかかとからだよ、かかとからつま先に乗せようよと言われた経験ある方いるかと思います。はい、ではかかとを設置することとこの膝どのように関係しているかですね。かかと設置をしようとしている方は結構な確率でこの膝がロックしてしまっている方が多いんです。ではなぜこれがロックしてしまうのかですが、体重をかかとで受け止めることはすごく大事なんですが、その後ですね、体重を前に移動させることが難しくなってしまっている。つまりかかとに乗ったらそこのままでずっと上半身だけが前に突っ込んでいってしまっている。ですから膝がロックしてしまっているんですね。ではなくてかかと設置から体重を前に持っていくことでしっかりと膝がロックせずに支えられるんです。これで難しいと思っている方はかかとからつこうと思わなくて結構です。はい、足のつま先の方もしくは足裏全体でつくぐらいの気持ちで歩いていただければ比較的先ほどよりも体重が前に移動しやすくなっているかと思います。まずは歩くとこで確認するのではなくてこのように手すりがある状況で麻痺側の足を出してつま先や足裏が全体に乗ってるなと思いながら体重を前に運んでいきましょう。かかとかかとと思っていると体重が後ろに残って膝がロックしてしまいますよ。はい、このように普段気をつけるかかと設置と膝というところすごく関係し合ってるんです。ですから普段皆さんが気をつけているつもりでも正しい動きではない可能性もあるんです。そういう時はいつでも聞いてください。今回の動画良かったよという方はグッドボタン、高評価お願いします。そしてチャンネル登録もぜひ右下にありますのでお願いします。リハビリを頑張りたいけど体の変化が実感できない人に向けた朗報です。変化が実感しやすい自主練が自宅でできる一人でリハを今なら無料で体験できます。詳しくは概要欄をご覧ください。頑張っても成果が出ないのは頑張り方を間違えているから。正しいリハビリで成果を実感しませんか？